博士こんばんは。はい、こんばんちゃん。それでは本日のゲストをご紹介します。関西フィルハーモニー管弦楽団主席指揮者藤岡幸男さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの森下仁丹120周年おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。でも、まあ、僕がありがとうっても変なんですけどねもうこの、ね、120周年記念ということで恒例のスタートになりましたけども藤岡さんかっこいいね。やっぱり指揮してるところを見たらすごく、ね、素敵でした。もともとイケメンとは知ってたけど、あの男でも惚れるなと思って。いやいや、誰でもね、仕事してると仕事してるところを見るのは、まあ、かっこいいじゃないですか。誰でもたまたまそれをこうね、あの見られてるだけ、ね、こう後ろから見てると後ろ姿しか 見れないんですけど、こう前を向かれる。いやいや、チラチラと流し目をしてる雰囲気あっていやでもあの前も僕聞いたかもしれないけど、この右手左手ね、すごいこう、なんていうかな、あのリズミカルにやるでしょ、指揮って。でこう右手と左手って何かこう意味があるんですか、あれ。いや、もうそれはもうその人によって全然違うし、指揮ってのは手じゃなくてね、目でやるんです。目でするもんね。目でするの、うんうん、だからあの、別に何の決まりもないし、もうその人、うん、もう本当に特有のその音楽の表現の仕方で、うん、特にルールってないんです。全然ない、うん、全然ないし、同じ曲を僕がやっても昨日と今日では全然振り方違うし、うん、そうなんですか。全然違う、うん、違うっていうか、もう考えてないからね。まあもう人によってはこう振り付け決めてる人はもう昨日やっても今日やっても同じだっていうそれでもね、多くの人バレちゃうんだよ。そうすると、あ、これ振り付けを決めて指揮してるなとかね。僕なんか全然それ考えないから、もう毎回違います。感覚で、うん、そうそう。でも見てる方は、見てるというかその弾いてる方はどこへじゃ注目してやるんですか。やっぱりね、あの視界に入れてるんですよ。もうそんな全然違ったって、どんなんだったらみんな視界に入れてる。でも見なきゃいけないポイントはパッてしっかり見てますよ。へえ、もうプロですか。すごいな今回ね、その120周年の、記念式典の中で、飯森さんと藤岡さんの指揮者対決、ね、塗りしかね、はいはいはい、そう、井森さんもこの番組来てもらったことあるんですけどね、はいはいはい、今回の120周年に合わせて井森さんにもまた改めて言ってもらってるんですけども、なんていうのかな、タイプ全然違いますよね。塗りしかと僕、うん、いや違う、違いますね、うん、違う。だから、ね、指揮者同士って、まあ、大体仲悪いっていうかね、あんまり会うことないんですよ。ところが、ね、その井森と君と僕とはもう本当に親友で、指揮者同士ですごく仲のいい、すごく珍しいと思うんですけど ね、でも全然そう、2人とも全然違うタイプね、コート10というか、きっちりしてるのとどちらかというとこう彼の方がきっちりしてるでしょ。彼は割ときっちりしてますよ、スタイルはね、うん、すごいきっちりしてる。どっちかというとプライベートは緩いようじゃないですか。緩いというか、柔らかいというか、プライベートは僕の方がこう規則正しいタイプかもしれない、ね、なんか僕はそんな印象を受けてるんですよね。そうそうそう、うん、もう3人で飲んだことないですけど、お互いにその飯森さん藤岡さんとそれぞれ飲んだ印象はね、そんなのがそうかもしれないな、うん、いや面白いなと思って。こういうのって初めての企画なんですか。いやいや、もうたまにあるんですか。前にも1回やったことありますよ。へえ、うん、やりにくいもんじゃないですか。いや別に嫌なやつだったら嫌だけど、別に親友だから本当に僕は彼のこと好きですから、嫌なやつね、人とやる場合にはもう相当辛いしかもしれないけど、なんかねお互いに意識しそうだし今回120周年の、記念コンサートということで、まあ、関西フィルと藤岡さんがもう全部こう最初から最後までいろんな形で絡んでやるってますけど、ここが聞きどころっていうのはどんな感じですかね。今までに紹介があったやつは、ラブソディイン大阪という話と、それから愛の挨拶とハンガリー教師曲かな、これは三倉さんが回でご紹介させてもらって、今回最終的に藤岡さんにどの曲を紹介してもらおうかなと思ってるんですかね。あー、もうそしたら威風堂々じゃないですかね。もうこれ威風堂々は、うん、関西フィルと僕のお箱なんで。あ、そうなんですか、はい、これね、駒村さんがもう選んじゃいました。あ、そうですかじゃあシベリウス、フィンランディアあるいはドボルザークの新世界かな。いや、フィンランディアでしょ、やっぱりシベリウス関西フィルはと僕とではシベリウス交響曲全集を今作ってるし、シベリウスってのは我々にとって特別の作曲家なんで、うん、なんかこれあれですね、藤岡さん のお師匠さん、もちろんそう、僕の師匠もやっぱりすごい得意だった曲ですね。
やっぱりその得意下手というか、まあ下手じゃないですけど、すごくこうお箱のやつとこれはちょっと合わないっていうのはやっぱあるんですか？あります、あります。それは絶対、絶対 あると思うし、うん、あった方がいいと思います。やっぱり何でもこうコンスタントにこうアベレージでできるのは、やっぱりこのやっぱり音楽家ってのは個性ですから、やっぱり向き不向きっていうのが僕あって全然いいと思う。やっぱ本当はどんな曲でもね、同じようにできなきゃいけないきゃいけないと思う人もいらっしゃるかもしれないけど、僕はやっぱり個性っていうのはとっても大切だと思うから、個性があればそれは相性っていうのはありますよ、作曲家と。そうなんだね、うん、そういう面じゃ僕はシベリウスはすごく僕自身の相性はすごくいいと思ってやってるから、普段こう関西フィルで弾かれるときじゃシベリウスのやつとあとどんなのが多いんですか？シベリウスが多いし、今これから始めてボン・ウィリアムズっていうあのイギリス人の作曲家を やっていこうと思ってるし、あとショスタコーヴィッチとかね、まあ、あとはまあ基本的なベーシックのもちろんベートーベン、ブラームスとか、あとチャイコフスキーとかやりますけども、ね、ラグマニノフとかやるけれども、まあ、あとこれからシベリウスはやっぱ特に僕らがよくやってるし、あと吉松隆っていう作曲家もすごくよくやってるし、うん、それからこれからその、うん、そのさっき言ったウォン・ウィリアムズって取り上げていこうと思うんですけどね。うん、ね、関西フィルのコンサートの回数っていうのはすごいあれですよね、定期的になったそうですね、まあ、あれね、僕は年間50回近く振ってるんですよ関西フィル、うん、で一つのオーケストラを40回から50回毎年振ってる指揮者とオーケストラの関係ってのは日本では多分僕らだけだし、世界的に見ても今すごくあの珍しいと思いますよね。要するにオーケストラと指揮者って、そのオーケストラの指揮者でも大体多くて20回ぐらいなんですよね。うん、な40回50回やるっていうのはやっぱそれだけでも僕はそれを大切にしていて、でやっぱそれだけそのそれだけやれば個性もね、だから今日取り上げてるこの取り上げた曲なんかももう僕ら何遍もやってるわけですよ。これが同じプログラムを他のよそのオーケストラ行ったらもう倍以上の時間かかるわけ。もう一からやり直さなきゃいけない。でもそのもう僕ら何遍も何遍もやって練って練ってやってるから、あのそれでこう積み上げてきたものってあるでしょ。で今年14年目のシーズンなんですよ関西フィルドね。それもすごく長いと。もう14年も、ね、年間40回以上指揮してやってるって、すごい密な関係だと思いますけどね。もう知り尽くした感じですね。もうそうそう、もう喧嘩もするし、お互いにいいともうお互いのいいとこ悪いとこはもう夫婦みたいな、そうお互いのいいとこ悪いところはもう分かってるで、だからやっぱり、ね、お互いに言いたいこと言って リハーサルできる関係って素晴らしいと思いますけど、ね、うん、僕ね、藤岡さんに前来てもらったご縁でね、関西フィルハーモニーのサポーターになってて、ああでもサポーターになってると、年間5000円かな、すごい安くて、でコンサートのね、あの案内とか無料の招待券いっぱい来ますよねでもぜひぜひまた、いやそうすごいお得だなと思って、うん、そうですね、うん、毎月送ってきてくれて、しかもいろんなのやられてますよね本当に。ありがとうございます。もうだから本当にね、関西フィルは今本当に、ずなんだろう、お客さんもすごくね増えてるし、もうコンサートの本数もしたらもうもっともっとね、普段クラシックを聴かない人にクラシックを聴いてもらえるようにならなきゃいけないなと思ってやってるんですけど、ね、うん、まあ、でも入りやすいっていうか、まあ、僕はあんまり正直音楽詳しくないし、クラシックもね全然わかんないんですけど、そういう人でもこう、まあ、聞いたことがあるような歌、あの曲というかね、割とこうとっつきやすい曲結構やってくれますよね、うん、まあまあ そういうコンサートもするし、うん、もういろんなコンサートによっていろんなタイプのコンサートをやってますから、うん、そういう意味じゃその本当に初心者の人からこう、うん、クロートまで全部ね聴、ね、けるってのはすごいですよね。ぜひあのまだ来てくださいね行きます、はい、ね、実はなんか昔ね、うん、あの学校の時に指揮者をやってた。あ、本当。私も楽器とか大好きでピアノとかもやってたんですけど、あ本当に、それで指揮者もちょっと調整して、いやすごいじゃない、はい、ピアノと他にも何か楽器やってた？ピアノ、まあ、ピアノが一番です、ね、でもだ歌のプロだもんね、はい、でもピアノやってたら強いよね、歌の人、歌う人、音感は、ね、はい、そうだよね、はい、絶対強いよね、
そうですか、うんね、式は難しいと式は難しいなんかこうね多分知らない人から見たら簡単に見えたりするかもしれないじゃないですか、あこう手を動かしてる、うん、でもあれ本当難しいんですよねそうそう正直ね単に動かしてるだけかなと前もね藤岡さんに怒られたことがあってそうなんですよ、うん、そうね、はい、まあでもこの仁丹120周年記念コンサートということで ね、 でね、特別編をずっとキス FM でお送りしてきたんですけども、はい、いよいよ藤岡さん最後と、いや僕で最後、最後そうですかということで、はいはい、次へつながる歌を最後聴かせてもらおうかということで、はい、ドボルザークの新世界からを、ね、はい、お聴きください。